はい。今回は HIS がブラックと言われる理由は離職率、あるいはですね、社内の評判、こういったことから分かるのかと、まあ、この内容について考えてお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。まあ冗談ですけど、あのヒズではないですからね、まあそんな冗談を思う人いないかもしれないですが、まあ、HIS というまあ旅行会社ね、<laughs> まああの、大持ちなんですかね。僕は旅行しないんで全く分かんないんですけど、 まあ一応、まあこの HIS と小文字にまあしましたけど、まあこの会社ってのはいろんなことが言われているわけですよ。で、まあ最初にお伝えしますが、まあ僕旅行しないんでよくわからないんですけど、まあ皆さん詳しい方いらっしゃるかもしれないんですが、まあどういったことかっていうと、この HIS っていうのは格安で旅行を提供する会社じゃないですか。で、お客さんからしたらまあいい会社とも取れるんですが、 あのどこかにですね、えー、まあ大変な思いがまあ生ずるということで、でまあ、働いている人にそのまあしわが寄るとか、まあ、そういった話なわけですよ。で、まあ、それを考えていくんですが、まあ、HIS の一般的な評判というのは、まあ、皆さんもご存知の方が多くいらっしゃると思いますが、まあ安く旅行に行けるからまあいいかなっていうまあ感じだと思うんですよ。で別にそれはまあ 当たり前っていうかあまあそのね、えー、一側面であり、えー、まあごもともだなと思うんですが実はその側面とは別に裏側の部分があるんですね。それがこのまあ HIS がブラックであると言われるとか、うんまあ、離職率であるとか、まあ、HIS っていう会社内の評判。 まあそういったことなんですが、まずですね、えー、この HIS の会社内の評判ということを考えていきます。だから、えー、安い値段で旅行を提供できるっていうメリットがあるんですが、あまあその旅行に行く人からすると。で、そのね、えー、そのデメリットっていうのが働いてる人の、えー、まあ、社員というか社内の声っていうことで、で、まあ、あの、まあ多少はだったらわかるんですけど、ちょっとかなりね、えー、きついものがあるんじゃないかみたいなそういったまあ話なんですね。 でそもそも、この HIS っていうのは格安旅行代理店ということなんで、 まあ年収がさほど高くないと、まあはっきりとっていうのは分からない、平均だから、まあ、300万円から400万円ぐらいじゃないかって言われてるんですが、300万円から400万円っていう、まあ、年収に対して、えー、サービス残業が多いと、あとノルマが厳しいと、まあそういったことが、まあ、言われていると。ノルマが厳しいから、あ働いてる人は家族とか友達とかにもちょっとた助けてくれっていうことで、うん、まあ家族、友達に頼むと。まあ旅行好きだったらいいかもしれないけど、<laughs> 旅行行きたくない人にね、助けって言われて。 助けてくれって言われても、いやい、や旅行行きたくないんだけどっていうことだと思うんですが、まあそうも言ってられないと。で、えー、この旅行代理店のですね、なんて言うんだろう、来店時間っていうか、そういったことも言われており、やっぱりあの日中っていうのはあんまお客さん来ないみたいなんですね。で、おそらくこの HIS っていうのは、うん。 まああのまあ、何時か分かりませんけど、ねえーまあ、5時、6時、7時ぐらいに仕事が一応終わることになっているのかもしれないんですが、まあ、お客さんが来たらそうも言ってられないわけじゃないですかだからこの社員が帰る直前に、えー、よくお客さんが来るということで、えーまあ、バ,タバ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 タしてで、まあ、ほとんどもその定時には帰ることができない残業が多いということ。 だからサービス残業,残業が多いしノルマが厳しいし長時間労働ということで、まあ、ブラックであるなということも思うし、まあ、あこれは人によって解釈は変わるみたいなんですが会社の社内の,あの、えー、体質が体育会系であるということね、まあ、あのダメな人はダメでしょうからこういうのにね。うん、でさらに、えー、言われていたんですが、まあ <laughs> この HIS っていうのは、えー、まあそのお客さん商売っていうのもあるでしょうけど女性が多いみたいなんですよ。でやっぱり女性が多いと何が起こるのかっていうと、えー、女性の中でねそのまあ長くいるお坪さんみたいなそういったものがあるんで、まあ、非常に働きづらいとんかやっぱり皆さんもまあ思われるでしょうし僕もあの思いますがやっぱりね人間関係ってね職場でえかなりややこしいの。 ややこしいですから、ややこしいところはね。なんでそういうことがあるっていうことが、まあ、社内のまあ声でまあ出てると。で、会社のなんかシステムみ、システムっていうかシステムなのかな、システムみたいのらしく、その <laughs> HIS の社員が、 担当すするるお客さんんいいうのがままあ専属でで決まってるらしいんですよねだから、えー、その、おなんていうのかな、お客さんにはその社員があまあ専属担当するみたいな感じなんで、逆に言うと、そのお客さんが来るときに、その専属担当の社員がいないといけないということで、なかなか休みが取りづらいっていうね、まあ、そういったところで、えー、こうなんていうか、柔軟性に欠くのかなんかわからないですけど、まあそういった意味で休みがまあ取れない、まほ、あ、かの人が仕事を取って変われない、そういった大変な部分もあるっていうことで、えー、まあ働いてる人からすると、ものすごく大変であると、社内の評判が があまり良くないっていうことが、えー、ま言われているっていうことが分かっているんですね。で、えー、そういった社内の評判があまりよろしくないっていうことと関係してくるのがこの離職率っていう話なんですね。 はっきりとしたことがわからないんですが、この HIS の離職率は非常に高いとかって言われてるんですよ。なんでかっていうと、例えば新人社員、新入社員が入るんですけれども、その社員っていうのをきちんと教育しないといけないんですが、その教育する教育係の社員っていうのも、その自分の営業ノルマとかがあるんで、 そのね、先輩社員きついじゃないですか、自分の営業ノルマプラス新人教育っていうのを2つしないといけないということで、できないとで、その先輩社員も会社のノルマがあるんで、そちらを優先すると、どうしても新人がまあおろそかになるということで、新人が辞めると、新人の離職率が非常に高い、入社3年ではっきりとわからないですが、かなり多くの新人が辞めるということで、えー、まあ続かないわけですよ。で、こちらもこういったご意見があるんですけれども、 まあ辞める可能性が高いんで、新入社員を大量に入れると、入社させると。で、まあ、新入社員を使って、で、まあ、 まつまあ、使えるだけっていうのはね、使い回しって言ってましたけど、使い回して使えるまで使って、で、ま侵、あ、入者をゆめさせると、つまり離職率も非常に高い、うん、で、まあ,あの、まあ、お客のためっていうんですが、その大変な思いをするのが、その社員、特に新入社員、えー、っていうことなんで、うん、まあ、きついなって話ですよね、でこのこういったまあ旅行業旅行業界とかっていうのは、特にそうだと思いますが、旅行が好きだからねえ、好きを仕事に頑張ろうとかって思っても、いやいや、頑張れないと、きついの給料も。 安いしこのね大変な思いをするしっていうまあそういったことなんでここまでで、えー、もうほぼ h i s がブラックであるっていうことが分かるんですが。 最後に、えー、このまた働いていた人たちの声が、まあ、ネット上で投稿されていたんで、こちらについて考えていこうと思います。まあ、HIS がブラックであるっていう、まあ、そういった、まあ、意見ですね。実際にこちらは働いていた方のご意見なんで、えーまあ、何より、えーまあ、そうなんだろうなと、まあ、思,い思える、思う、まあ、そういった話ですね。そちらを一つずつ、いくつかあるんで、えー、考えていこうと思います。 まあ年間を通して、えーまあ、残業する時間が長い、まあ、だから長時間労働ってことですね。あとはあの、社員の人ってのはクレーム処理もあるみたいなんで、そのお客さんがどうのこうのとかね、うん、そういったことも大変であると。やはりあと、その先ほどの女性のおつもりの話じゃないかもしれない、男もいるのかもしれないが、社内の人間関係が、えーまあ、大変ということで、まあ、大変な思いをしたと。まあ、そういったことでま辞めると。まあ、辞める人がまず多いんでね、うん、その時点で大きなあ、まあ、あことだと思うんですが。 でこ,ここ最近はですね、えー、この残業に関して厳しくなってきたと、働き方がどうのこうのとか言ってね、ただそのみなし残業がまあなくなるとかって言うんですが、その分ですね、残業あるいは残業時間に対してはあの厳しくなってるっていうことなんですね。でやっぱどうしてもあ、その忙しい時っていうのは、あ定時とかそ、その中で終わらないこともまあ多いし、えーまあまあ、どうしても残業するんでしょうが、うん、残業代は支払われるっていうことを、まあ、言ってるんですが、この働いてる方は、 うん、残業代がまあ、まああ少ないと、うん、まあ、その少ない残業代で働くんで、ま,あ、まさにあのブラック企業であるということをおっしゃってると、うん、まあ、そうなんだろうなと思います。 あとは、先ほど最初の方にお伝えしましたが、まあ、大体、年収が300万円から400万円ぐらいなんですが、あの休みの問題があるっていうことなんですね。あと、このなんていうのかな、個人の努力ではどうにもならないものがあるっていうようなことで、この HIS に入社した時に、どこの店舗とかどこのエリアに行くっていうようなこと、それが決まるんで、例えばそのお客さんがよく来るエリア、 よく来る店舗とかに行けば、あそれで努力した分だけ給料が上がるっていうのもあるみたいなんですが、逆がありまして、まあ、あの地方とか、あまりお客さんが来られない店舗に、えー、行った場合はです、ね、自分の頑張りではどうにもならないじゃないですか、うん、だから最初の配属先でほぼ決まると、だから田舎の方とか地方に飛んだ場合は、あ給料は低いまんまで、えーまあ、どうにもならない、頑張り次第ではとかっていうことなんで、まあ、入社した時の運で決まるみたいなことも、まあ、言われてるんですね。 うんまあ、これはきついなと思いますね。あとこれですね、これはかなりきついと思います。結構数年前の話だと思うんですが、えー、前ですね、あの関西空港でえ何か、あなんていうのかな、飛行機が止まった時があったんですよ、台風で横断できなくなった時があったんで、まあ、僕もそれ覚えてるんですが、その時台風で電車が止まると分かっているのに、えー、帰らせてもらえないとか、うん、とかあと、何かそういったものがあっても、まあ、天災があっても、まあ、そういった災害があっても、えー、出社しないといけないまで、まあ、むちゃくちゃじゃないですか。 行けないしね、このなんか台風で動けなくなった時ぐらい、まあ、帰らせてくれると思うんで、まあ、こういったところにも帰れないし、行かないといけないっていうところで、えー、ブラックであるということがわ、まあ、かるということですね。うん で仕事をあの頑張ったら頑張った分だけ給料、ボーナスに反映されるのかもしれないんですがそちらがあんまり反映されていないと、まあ、そのように、えー、思う方もいらっしゃるということでだからあの頑張りが給料とかボーナスに反映されないんでずっと続けていけない仕事だなと、まあ、思う方が多くいらっしゃるということですね。 これらの声から考えると、この HIS っていう会社、旅行代理店はですね、ブラック企業である可能性が高いと。で、やはり、あの最初の方に僕お伝えしましたが、その格安でね、利用できるっていうところで、まあ、利用する人にとってはいいのかもしれないんですが、どうしてもどこかにこう、みが出てくるんで、うん、働いてる人が、まあ、そういった目に遭うと。だから、働いてる方がね、えー、まあ,あ、とても大変な思いをするし、まあ、離職率も高いということで、えー、まあ、この HIS っていう、えーね、旅行代理店はブラック会社であると。 まあ、そうこ,こういったものをあの気になる方がいらっしゃるんですよ。んだから、まあ、そちらの、まあね、何が気になるのかなということを、えー、今回はあ考えながら調べて、えー、お伝えしてみました、まあ。リスナー様の何かしらお役に立っていただけるものが一つでもお伝えできれば何よりですということで今回のコンテンツここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。